レモンソルジャーの切ないです。エーゼロです。ヘルピンです。今回は第3回に抽選ポケモンで101やっていきます。この企画はもうすぐ終了する剣たちを隅々まで遊び尽くしてやることをコンセプトに、抽選で選ばれたポケモンをテーマに1対1のミラー対戦をする企画です。前回さ対戦見たけど、はたから見ててなんか対戦が盛り上がっているとは言い難い感じだったからね。2ターンで終わったもんね。なのでヘルピンさんを加えて3人でやって対戦数を増やしてみようという試みです。まあでも今回僕初めてですからね、まあまあ胸を借りるつもりで臨ませていただきますが、保険かけるなら冒頭のタイミングじゃないか。後からだとなんか言い訳がとか言われる。これあくまでも言い訳じゃなくてね。これルール説明をしておくと、ランダムにポケモンが選ばれるツールでポケモンを1体出して、そのポケモンでミラー対戦を45分後に行います。飛行時間30分の育成15分で、ダイマックスはなしで、制限時間20分で TOD はあり。一匹で TOD って OK と思うけどね、なかなか。では早速今回対戦するポケモンを抽選で選んでいきたいと思います。運命の瞬間だ。じゃあ抽選開始ボタンを押します。おお絶妙なやつ来たな。いいポケモンかもよ。いや、いいかもしれない。これ本当になんか、いい感じかも。お互いが弱点つけるのが難しさを上げてる気がする。わかりやすく一旦でワンパンできる可能性あるから。じゃあ次は3人で分かれて、各々の考察パート、その後対戦っていう流れでやっていきたいと思うんで、一旦解散。はい、じゃあ一人になったんですけれども、クリムガンのことについてまず復習していきますか。付属値はまあまんべんなく高くて、防御特防が同じで攻撃と特攻が倍ぐらい違うから、まあ物理によった対戦になるんじゃないかな。まずサメ肌が、まあ、さっき言った物理型のクリムガンに対して、まあ、8分の1のダメージを与える。激凛とか打たれたら HP 削れるってことだから、まあ割とありで、力づく、それアイアンヘッドとか噛み砕くは対象技だけど、クリムガンミラーにおいて打たないからってなった時に、まあ、ドラゴン技をメインで使う対戦になるはずだから、力づくで適用される技がないんじゃないか。なので力づくは使うことないかな。で、型破りなんですけど、この2つ両方とも無効化できないので、このルールだったらクリムガンの特性はサメ肌一択で、技は基本的に補助技とか、まあ、素早さ操作する岩石封じとか投げつけるとか以外は、まあ、ドラゴン技最大打点で殴る感じになるんじゃないかな。まあ、型をいくつか考えてみて、その中でどれがいいか絞る感じにしたいと思うんで、引き続き型を考えていきたいと思います。スケールショットはまあ、タスキ貫通できるのと、あとサメ肌に触らないっていうところポイントで、ただ B が下がるから上からスケールショット打つと損するみたいな可能性とかありそう。ただまあハバンの実とかもね、スケールショット連続攻撃技で2回以降は半減にならないから、そこは強そうなんだけど、まあ言っても2回から5回っていうランダム性とかも含めて何が最善かはかなり難しそうだな。はい、というわけでダメ系をします。まあ、初めて101の考察始めていくんですけど、自分の考え方としてこの型だったら絶対負けみたいな感じじゃなくて、有利なやつに有利を取れて、でもあんまり考えてない不利な型であってもなるべく運次第で拾えるような型にしたいけどな。まあそういうのにぴったりな技がヘビニラミ、とりあえずヘビニラミ打っとけば有利な対戦になるんじゃないかとは思うんだけど、まあでも相手も打ってくるわけだから、でもな。思いつくパターンが、まあ、タスキ型、スカーフ型、アチマキ型、ドラゴン半減、ハバン、あとまあ弱歩、これぐらいだと思うんだけど、激凛打つ方がスケールショット打つかによって持ち物同士でも結局有利不利がごちゃごちゃになるね。しかもどの方も激凛打つのもスケショ打つのもダメじゃないんだよね。どっちも選択肢として取れるから、弱歩が一番相性関係的に有利なことが多そう。相手の上からのドラゴン技を HB で耐えて弱歩発動してスケショ打ってみんなをワンパンで、そこに勝てるのがハチマキ。 HB ハチマキでいきます。弱歩が一番強いということで、そこを読んでいきます。こいつのすごい魅力的な技であるヘビニラミを捨てるの結構勇気いるけどな。ハバンヘビニラミから殴っていくっていう感じでいこうかな。今考えた配分が、そのハチマキ激凛をハバン込みでオーランスで耐えながら、で返しの激凛で、まあ、サメ肌で削れた相手のクリムガンを倒せるっていう配分にできたんで、ギリギリになっちゃったんですけど、まあこの方で戦えはしそう。気づいたら30分経ってたので、まあ、一番計算したこのハチマキの耐久振り方を使おうと思います。まあ、陽気のスケールショットをだいたい耐えて、で陽気エースのもうクリムガンに対してスケールショットがめちゃくちゃ入るっていう感じの方ですね。
対戦よろしくお願いします、はい、まあ、正々堂々行こうや正々堂々行こうや本当に正々堂々かな。あの技あるよ、まあ、あるね。ジガルデのあの技行くか。この技どの技マジどマジ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 、よーし、超ずるいってそれ。それはなしじゃん。それはなしの話だったじゃん。よーし、スケショ打てやオッケー。なんかマジで自信ない、本当に自信ない。よし、はい、よろしくお願いします。まあ始まってしまえばもう勝負です。はい、おっと、おそっから入る、遅いなあー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 、それか、ああ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 、いや、そうね、いや、それ、ハチマキだよね、ハチマキだよね。そしたら感想戦は後で、感想戦は後で。いや、なんか悔しい、悔しい、これで負けてんの。よーし、勝つぞー。めっちゃ意気込んでる。クリームガン選出しなさい。僕はもう決め打ちしてるんで。僕もとりあえず立ち回りは決まってるんですけど。はい。はい、あ、ヘビニラン。あ、そういう感じスカーフとかではないのね。あった？ああ、なんだ、なんだそれなんだそれ、ああ、それどうしよっかな、っていうか、これ耐えるかな。いや、そもそも強、そもそも強、はははははは、耐えた、耐えた、耐えた、はははい、最強、ワンパンされたんだけどというわけでクリムガン1対1やっていったんですけど、結果は、僕は A0 に負けてヘルピンさんに勝ちました。自分は2回勝ちました。ヘルピンさんは2敗です。はい、なんでしょう、はい、とりあえずハバンクリムガンね、使ってハチマキにこれ勝てるなって思ったんだけど、ハチマキ2敗したんだなんで。いや、そう、それで言うとさ、ハバンには勝てないなって思ってさ、うん、使ってたの自分は。なんか勝って笑ったこいつね、待機振らないと普通にハバン貫通されるから、うん、そうだね、待機振らないといけなくて、でしかもなんか先制で技打ったらなんかサメ肌やらスケショビーダウンやらで、うん、あね、殴られる、うん、そうだね。一旦ヘビニラビでワンテンポ遅らせたかったんだけど、噛み合わなかった、噛み合わなかったな。なんかあとヘビニラミをね打ちたかったのよ俺。ヘビニラミで運勝ちしたかったんだけど、動かれちゃったから動いた、運悪いな。いや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 、ヘビニラミ打つ意味ないじゃん、動かれたら。俺は痺れても1回ならスケショ当てさえすれば3回当たれば倒せるから。そうね、なんか満タンからだと多分倒せないからね。俺陽気クリムガンのスケールショット4発大体耐えだから。ああ、なるほどね、そういうことか。だからタスキにはスケールショット打ってりゃ絶対勝てるし、スケショとか打ってこなくても大丈夫だったんだけど、激凛飛んできたからやられました。男のマジでずるすぎでしょ激凛HB 特化ハチマキ激凛だから、タスキに負けとけや。俺は最初から初手ヘビーにらみしか考えなかったけど上振れを狙いしようとこれどっちかには勝てるだろうって思ってたんだけど、結果両方に勝てないという悲しい話だ。悔しい悔しい悔しいもうちょっと考える時間あったらちょっと配分に詰めてたって。みんな平等だから、みんな平等だから、悔しい悔しい。うー、結果としては A0 優勝でヘルピンさん全敗だったけど、どうでしたかヘルピンさん。え負けてねえけどっていうか、嘘嘘でしょそれは。これ負けてないマジか。別に負けた気しねえけど、すごもう一回やりたい。いや、もう一回やらせろよっていうかでもやることはヘビニラ、でもヘビニラ絶対次やったら勝つ絶対。これからもためになる対戦動画や解説動画アップしてくれ、チャンネル登録高評価ツイッターのフォローお願いします。お願いします。お願いします。